こんにちは、金子です。今回は748の小ネタを紹介します。このバイクをメンテナンススタンドにかける場合なのですが、私は肩持ち用のスタンドを持ってはいるのですが、買った当時ケチってしまって、車輪のついてないタイプを買ってしまいました。そのために、スタンドをかける際とてもトリッキーな動きをしなければいけないという事態になりました。それを、皆様に、お見せいたします。スタンドをかける前にステアリングダンパーを最強にしてハンドルがフラフラ動かないようにしておきます。ではスタンドかけます。大変アクロバチックな、作業なのでいつも緊張しております。肩持ちサスの、メンテナンススタンドを買う際には、タイヤをついているタイプを購入するのをお勧めします。では。